大阪にある阪神梅田でサメ好きが大熱狂するイベントがやっているそうです。ジャケ君、その名はサメフィーバー。サメ好きのクリエイターの限定グッズが6月28日から7月4日の期間限定で販売されているんです。ホームページで紹介されているものだけでもどの商品も魅力的で、1万円を握りしめてやってきました。じゃあ買ったものを紹介していきます。でまず一つ目がこれがサメ出没注意っていう缶バッジになります。でこれ色2種類あったんですけど、もう一個黄色と黒はプレゼント用で、でこの白と赤は自分用に買いました。でこれステッカーと缶バッジとあります。で二つ目がこれです。カフェステッカージンベエザメです。で珍しくこのジンベエザメを買ったんですけど、でこれがボトルとかに貼るとマイボトルができるっていう商品になります。で3つ目がじゃじゃん、私の好きなホオジロザメですね。でこれがキーホルダーになります。でこれ顔つき見てもらったらめっちゃリアルじゃないです。一目見ただけでホオジロザメってわかるので、私の一番の推しザメですね。で一番最後がじゃじゃん、もうこれ行く前から買おうって決めてたんですけど、ワトソンくんっていう商品になります。でこのワトソンくんすごいのが、8つの力を秘めたサメ側マルチツールっていうものになります。でカートンオープナー、栓抜き、プルタブ起こし、マイナスドライバー、タグピン切り、ロープカッター、爪ヤスリ、毛抜きとして使えるみたいですね。すごっ。はい、ということでバイバーイ。今回のプレゼントや頼まれ物も含めた購入品全部です。